当社は1955年に日本大阪で創業し、現在ではマレーシアを含む25の国と地域で事業を展開しています。弊社は2018年5月に現地法人大和ハウスマレーシアロジスティクスを設立し、当地マレーシアにおいて物流施設の開発事業に着手いたしました。当社がセランゴール州に投資を決めたのは、マレーシアの発展の中心であり、人口の4分の1を占める市場を誇るクランバレーにおいて、経済発展に伴って多様化するサプライチェーンに対応できる物流施設へのニーズ、特に冷凍冷蔵といった温度管理ができる物流施設へのニーズに応えるためです。外国籍企業がグローバルに投資するにあたっては、投資先のビジネス慣習の違いや手続きの特殊性に戸惑う場面が必ずあります。弊社がマレーシアにおいて物流施設開発を行うにあたっての許認可取得に際しては、法制度や文化、習慣、環境の違いに戸惑うことも多くあり、当初の想定通りにいかない場面が多くありました。そんな中、州政府開発公社は多岐にわたる関係省庁間の調整など、弊社と役所との間の架け橋として事業を前進させる大きな手助けをしてくれました。継続的にサポートしてくれるという安心感があります。第一弾である D プロジェクトマレーシア1は、2020年8月末に、第二弾である D プロジェクトマレーシア2は2021年10月末にそれぞれ竣工を迎え、2022年9月現在 100% 満床稼働をさせていただいております。弊社の事業拡大にとって、インベストセランゴールの存在は非常に大きいと思います。今後とも密に連携してコミュニケーションを取っていきたいと思っており、その先にお互いにとって素晴らしい将来があることを祈っています。